出会いと別れの話です。何？どうも皆さんこんばんは。今回はね、何？というゲームやっていこうと思うんだけど、まあ、このゲームはどういうゲームかっていうと、最初にもあった通り出会いと別れのお話ってことで、まあ、ちょっと悲しそうななんかテーマのお話なんだけど、まあ、この子入院してて、まあ、この子とお話をしていくゲーム、おまけが最初から出てんだよね。まあ、とりあえずおまけは見ずに最初から入院から選んでいくわ。入院していく。俺入院はしたことないんだよな。これで話すの、なんだこれは。1回2回3回4回5回6回終わり。クイズタイムショックの今何問目みたいなノリ。1回から選択していくか。私が今やりたいこと、私なあ、やりたいことってある？俺はあんたとお話がしたい。いや嬉しい。話したいって言われて嫌な気する人いないからね。嬉しいわ俺。もっとたくさん。なんちゃって。いやいや話そうよ。なんかぬか喜びしちゃった俺。あんたさ、好きなことやれてるか？やれてるね。無理してないか？いや無理してないよ。してないよ別に。俺と話してないでさ、やりたいことあるならそっちやれよ。いやこれがやりたいことなんだよ。ゲーム実況が。絶対。なあ、あんたは何がしたい？だからゲーム実況だって今やってんだよな。これで話すの、うわ、なんだろう今の。なんか語りかけてきてるな。2回目、私たちが必要なこと話し足りねえな。まだまだ知り合ったばっかだし。あ、そうなんだ。お互いのこと全然知らない。なのにお見舞いに来てんのか。ま、そっちの方がいいかもしれねえけど。おう、これで話すの。うわ、不思議なゲーム来てるな。今んとこ何もつかめないけど、3回見てみるか。あなたがしなければならないこと。うん。あ、薬飲んでるね。今は薬飲んでるよ。意味あるかはわかんねえけど。今更ね。今更。結構もう、なんか進行してんのかな、その病気が。4回目。毎日しなければならないこと。あ、また薬飲んでる。ちゃんと薬飲めよ。すっげえ苦いぜ。あ、カプセルなのに苦いんだ。カプセルだったら苦くなくない？あんまり。でも俺カプセル飲むの苦手だな。大きいと無理だな。なんなら早速飲ませてやろうか。冗談だよ。あーし、この俺側も入院してるってことなのかな。で、患者ってことで患者同士で話してるって感じなのか。見舞いに来たのかと思ってたわ。ご利用は結果的に正しい服用を心がけましょう。ほう、これで話すの。4回目見ようったよね。じゃあ5回目、もう終わっちゃうけど、私がするべきこと。早く治して香りな。死んだら何もかも忘れられるぞ。知り合ったばっかのあんたとかすぐ忘れそう。そんなこと言わないでよ。俺のこと忘れていいよ。なんだろうなこれ。これで話すの。最後6回目見てみるか。6回目、彼が私に言うこと。はじめまして。言ってなかったよな。あ、まだ病気なんだ俺も。うん。話してくれる人はあんまりなかったからさ。ありがとう、話しかけてくれて。いやー、こちらこそだよ。すっげー嬉しいや。そうだよな、話しかけられて嬉しくない人なんて多分いないと思うんだけど、なかなか話しかける勇気って出ないよね。よろしくね。これで話す。終わっちゃったぞ。これなんか別のとこ押したらなんかなるとか隠しとかないもんね。これ終わり。じゃあ見てみるか一回。終わり。またいつか。終わっちゃった？終わっちゃった。なんもわからん。これおまけを見ればわかんのか、もしかして。おまけ見てみよう。おまけ部屋へようこそ。何か聞きたいことありますか？このゲームについて、絵と曲についてたどり戻る。聞こう。このゲームについて。この文章は1から読むのと6から読むので、ちょっと内容の印象が変化します。か、個人差あり。なるほど。6から読む場合には、これで話すのに、後をつけて読むと。わかりやすいかもしれません。ほう。彼のことを一瞬でも頭の片隅に置いておいていただけると幸いです。何か聞きたいことありますか？あ、逆から読んでみろってことか。絵と曲について。
今回は元地さんにイラストをお願いしました。元地さん、スマホで遊べるゲームを作ってみたいなという軽い気持ちだったのが、絵がなまら上手で、なんとも贅沢な作品になりました。なまら上手な絵、確かに絵がなまら上手だわ。本当にありがたやー、BGM と絵と全然合ってない。え、曲自作すごっ。おまけの部屋の曲は前作夜に、ま、迷うのの曲となっております。夜に迷うの、夜にかけるみたいな感じのノリだな。気になる方は遊んでみてください。雰囲気を少しでも、少しでもかもせていたら嬉しいです。かもせーいや、テンションわからん。じゃあちょっと6から読んでみるか。一回印象変わるのかな。6から読んでいってみよう。じゃあ6回目、私が彼に言うこと。はじめまして、言ってなかったよね。確かにね、病気なんだ俺も。話してくれる人あんまいなかったからさ、ありがとう話してくれて。まあそうだね、出会いがあったね。出会いよろしくね。出会って5回目、私がするべきこと。早く治して帰りな。死んだら何もかも忘れられるぞ。知り合ったばかりのあんたとかすぐ忘れそう。俺のこと忘れていいよ。悲しいこと告げられる。そして4回目、毎日しなければいけないこと。ちゃんと薬飲めよ、すっげえ苦いぜ。なんなら早速飲ませてやろうか。冗談だよ。ご利用は計画的に正しい服用を心がけましょう。薬飲めって言われる。3回目、あなたがしなければいけないこと。今は薬飲んでるよ。意味あるかわかんないけど、今更ね。で2回目、私たちが必要なこと。話したりねえな、まだまだ知り合ったばっかだし、お互いのこと全然知らない。まそっちの方がいいかもしれないけど、忘れるからか。結局長いこと会ってる、長いこと記憶があると悲しくなるからってことなのかな。私が今やりたいことな、やりたいことってある？俺はあんたとお話がしたい。うわー、そうだね、逆から読むとこれちょっと来るな。なるほどね、もっとたくさんなんちゃって。最初嬉しかったのにな。なるほどね、逆から読むと悲しいってことなのかな、なんちゃって。あんたさ、好きなことやれてるか、無理してないか。俺と話してないでさ、やりたいことあるならそっちやれよ、絶対なあ。あんたは何がしたい、これで話すの。なるほど、またいつか。うおー、いや、めちゃめちゃシンプルなゲームだけどさ、ちゃんと感情が揺さぶられたね。いや本当に最初嬉しかったけど、最後悲しかったな。最初の1回目が最初と最後で全然違ったね。なるほど。おまけ部屋であった後をつけるってことは、多分あと何回喋れるみたいなことだったんだろうね。そう考えると悲しいね、すごい。いやー、俺もあと何本動画上げれるかな。急に悲しい。